いや俺ちょっとキャンプ場ででも、はい、ちょっとゆっくりしながらもなんか筋トレみたいなしてみたいんですよね。でも本当に体をリラックス状態にしといて、はい、うん、まあ、ちょっとした筋トレができたらなんかいいかなって思ってるんですよね、はい、なんかそんなことができたら、まあ、でも例えばハンモックとかですかね、はい、あ、ハンモック、うん、そしたらまあこんな感じで、おお、なるほど、はい、じゃあ試しちゃいますか。お願いします。じゃあまず1個目なんですけど、はい、キャプテンスタックのベーシックな、ベーシックな網網のなんかバリとかにあるんですよ。そうですね、リゾート感、リゾート感、あ、これちょっとでもな、怖いっすね、細いっすね、けどあのしっかりしてるんで大丈夫です。まあお尻から入って、お尻から入ってはっ、まあなるほどなるほど、まあそれでちょっとまあリラックスしてもらって、ああでもすげえいいっすね。いいっすよね、なんか思ったよりちゃんとすごいしっかりしてますね、はい、あと適度に入れるから気持ちいいですね。これで筋トレ何できるかな、まあ、あ、それ僕のじゃないですかちょっとお、あ、ちょっとね、もちろん斜めにはもちろんなりますけど、あ、いつもよりでもすごい負荷かかってる感じがして、体幹めっちゃ使ってます。体幹そうですね、はい、一石二鳥ですね。そうですね、あ、なぜか右のお尻が強いですなるほど、はい、これは次は缶モックの、缶モックのハンモックで、これすごいコンパクトになって、はい、この中に収納できるんですよ。これも全部ですか。全部、はい、マジっすか。そうなんです。で、まあ、しっかりした耐久性なんで、うん、薄いっすけどね、はい、耐久性はあるんですね。あります。いいっすね、こっちの方がやっぱもちろん安定感はありますよね、はい、あと多分包まれる感じがすごいあるんですよね、この幅もあるんで、あー、もう全然ここで寝ることもできますし、筋トレすることもできます、はい、筋トレできますか。できます。あれ、あ、危ないうわっうん、あ、もうこういう方がいいのかな。いいですね、うん、あ、でもやっぱりよし、うん、でももうあ、全然できますね、はい、丈夫っすね。全然なんかあんまりこうやばい破けそうとか、うん、落ちそうな感じも意外と深いから全然ないっすね。なんならこういうところにちょっとしたものを置けますね、バッグとか。ちょっとも動けないですで最後が DD ハンモックなんですけど、はい、DD ハンモック、虫得意ですか。大嫌いです。大嫌いです、はい、もうそういう人のためにもあるようなハンモックです。あのハンモックってなんかこう上から落ち葉も嫌だし、はい、虫とか落ちてきてもちょっと嫌じゃないですか、はい、これはね、あの虫嫌いの人とか、そうです、もうでも夏とかやっぱ絶対あった方がいいですよね。あった方がいいです、うん、でこれがあれば外でも寝れます。寝れますよね。で別にこのポールを外せば、はい、そのままハンモックと使えますし、このまま踏んで、はい、あ、この上に乗れる、はい、であとこのサイドを開けると、はい、マットを入れられます。要は結構下からの冷たい冷気を防げるんで、カットできる、はい、だからちょっと寒いぐらいだったら下にカバーに、はい、はい、じゃあちょっと入ってみます。もうなんかこの時点で全然さっきまでと違うですね。めっちゃ守られてる感じがある。あ、閉めます。はい、うん、いや、いいわこれ。夏これで本当寝たいですね。ちょっとこれあと筋トレどうすかね。腕だけ出して OK っすそ、あれちょっと乳酸溜まっちゃったんじゃないですか。おお、できるんですけど、はい、すげえ不思議な感覚ですねあ、でもなんか一番安定感あるかもしれないですね。こうなんかなんだろう、幅があるからかな。でも本当こういうことですか。あ、そうですね、要は伸縮性があるのがよくわかります、はい、そうですね。結構外も見えますしね。うん、ここのポールを取って外しちゃえば、はい、もうそのまままた、お、あ、もうこのままでも普通ので、外しちゃえば、はい、あ、もういいですね。もう、はい、だから夜とかはこういうふうにやっとけば、はい、夜露とかで濡れないんで。なるほど、
伊野さん、はい、俺決めました。決めました。筋トレしやすいハンモック、まあやっぱりこれなんだかんだこれ、あのちゃんと張りがあってちゃんと反発してくれるんで、はい、ちょっとじゃあ俺もうちょっとこれで筋トレしてから帰るんで。あ、わかりました。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。